人がいません。はい。たるまんチャンネル始めていきたいと思います。1月22日月曜日。はい。えー、人がいませんということですけれども、まあ、どういうことかと申しますと、飲食事業従事者の、ね、人数がですね、えー、こロちゃ以前の2019年がですね、433万人いたということなんですけれども、えー、2022年のデータを見ますと、えー、386万人に激減しておりまして、 えーまあ、47万人、まあ、約、ね、50万人減っているということなので、うわー、これはね、それは人手不足になるでしょうというね、まあ、数字を見てね、ちょっと愕愕然としたんですけれどもね、えー、これね、もう年々ね、あのーまあ、少子高齢化で、まあ、亡くなる、ねえー、方もね、多、え、死、ー、多死、えー、社会に突入したとね、えー、言われておりますけれども、えーまあ、少子高齢化で、まあ、人数も自体も、ね、減っているわけなんで、 まあ、働いてね、くれる人もどん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 減っていくわけですけれどもま飲食店でいうとですね、今度はお客さんの数もですね、ま減っていくわけなんですよね国内だけでいうとですね、まインバウンドとかね、まそういうね、層を取り込めばまた話は別ですけれどもま国内とかまあ、何だったらもう地方でね、ま商売されている方っていうのはですね、まその地域密着でまあ、地元のね、方を中心に 運営されてるような飲食店だとですね、まあ、地方はどん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 ね、えー、まあそういうね、あのお客さんの数も減っていくわけなので、まあね、働いてくれる人は減るわね、ね胃袋も減るわ、えー、これは大変やなというようなね、まあ、状態になっておりますよというね、もう改めてね、まあそれはね、えー、人口も減ってるし、まあ他業種にね、まあ、これチャンカーで、まあね、リストラをね、えー、してしまった飲食店もね、 まあ、多数あると思いますけれども、まあ、そういうちょっとね、あの理不尽な働かせ方っていうかね、まあ、そういうことをしてしまったので、まあ、飲食業に見切りをつけてですね、まあ、他業種に流れたね、えー、方っていうのも、まあ、結構いらっしゃると思いますので、まあ、そういう面でもですね、えー、改めて見ますと、まあ、50万人はね、結構きついなというね、数字でございました。まあ、50万人っていったらですね、まあ、ちょうど下関のね、 えー、人数がですね、えー、25万人ぐらいと言われておりますので、まあ、その倍いなくなったとね、えー、考えればですねまあまあなね、えー、人数が減っておるわけなので、まあ、これはね結構大変な、ねえー、ことになってるなっていうのと、まあ、あ,あとはですね、まあ、この間もね喋りましたけれども、まあ、第一生命さんですかね、まあ、32万円初任給を出しますよと、えーね、いう話なんで。 そういうね、ちょっと大手が、まだ余裕がある大手がですね、もうちょっと限界突破してですね、えー、もう人のね、若者の囲い込みに入ってますので、同じ、えー、金額をね、飲食店で払えるようなとこっていうのは、まあ、せいぜいね、えー、マクドさんとかね、マックとか、まあ、あいとこだけぐらいじゃないかなと、マックでも、えー、厳しいかなと思いますので、まあね、相当値、えーね、上げして、 価格転嫁してドーンとやらないと、そんだけのね、初任給は払えないわけなので、まあ、初任給を上げるということはですね、まあ、既存のね、えー、働いてる従業員さんの給料も当然ね、上げていく、えー、形になると思いますので、まあね、そう考えると、かなり厳しいね、えー、現実がね、待ってるなというね、ことで、もうこれからはね、えー、もう飲食店は、まあ、正社員がね、雇えない時代に突入してくるやろうと。 思ってるわけで、まあ、例えばうちも大学生のね、えー、今就職活動中のね子がいますけれどもまあ多分、えー、IT 系に行くと思いますので、まあ、そう考えたらね30ぐらいで、まあ、年収1000万とかに、ね、なっててもおかしくない、えー、ね、えー、子だと思いますのでそう考えるとね今ねま,まだあの就職活動中なんでね学生ですけれども、えー、未来のね年収1000万をね時給1200円でね雇えるっていうのはねめちゃめちゃラッキーな。 ことととだなね最近ちょっ思ううよにありましてそうじゃなくても今初任給はね大体上がってきてますので国公立のね大学に行ってる子とかだったらですね当然その平均以上のところに多分入ってくると思いますのでそう考えるとですねまあうちでね払えるようなね正社員はうちはね雇えないような業種まあ まあ商売の形になっているんですけれども、まあうちでね、えー、ね、雇える、雇えないような子たちをね、えー、若い間はね、雇用できるということなのでね、まあ、そう考えるとね、ありがたいことだなと思いますので、まあね、これからは本当に大規模、まあ大規模なね、まあ多店舗化とかをするとですね、どうしても正社員さんをね、雇わなくちゃいけないわけなので、まあ本当に まあシステムで売る、まあね、あの、好き屋さんとかね、まあいう吉野屋さんとか、えーろう、ラーメン屋さんとかね、いろいろありますけれども、まあ、そういうシステムでね、売れるような、まあ、商売の飲食店は、まだね、あのえー、ヒューマンですね、人間がいないようなシステムであすみたいな感じで、あとはもう最小限のね、まあ、正社員さんを置いとくか、な、ま、ん、あ、やったらもうアルバイトさんだけで回すぐらいのね、 えー、形になるところもね、出てくるのかなと思いながらですね、まあ、今、まだね、下関では、えー、ないと思いますけれどもあ、今度あるか、今度屋台村でね、ありますけれども、完全キャッシュレスにするとですね、えー、まあ、従業員がね、お金を、えー、不正する、できるようなね、えー、形もなくなりますので、<laughs> まあそういう面では、えー、もうヒューマンレスイコールキャッシュレスになって、えーねえー、お金もね、触らせない、えー、不正ができないっていうようなね、まあ、えー、仕組み。 にだんだんなっていくのかなと、ねえー、思いながらもですねまあうちみたいなね、まあ、個人店がやってるようなところはですねまだ人間に頼ってというかね逆に人間で勝負していくような商売のね形をやらないとなかなかね,、えー、ねお客さんをまあね、えー、ついてもらうようなことにはねなかなかならないと思いますのでシステムだけでね回すような個人店だとですね大手とね 大手に、まあ、速攻ね食わわれて終わりだと思いますので、まあ、大手とはね逆張りでやらないとち、まあ、っちゃいところっていうのはね、えー、生き抜いていけないわけなので、まあ、より一層ね、まあ、人間臭いやり方でやっていかないと、えー、なかなかね、えー、生き残ることはできないんじゃないかなと、まあ、個人的には考えてるわけなんですけれどもまあ、えー、このね、まあ、これちゃん以前のね、えー、から、まあ、50約50万人ね 飲食事業ね、従事者が減ってるというね、この現実を見るとですね、まあ本当に、えーまあ、人をね、えー、人で勝負するんだったら、えーまあ、地域でね、本当に一番ぐらいのね、まあ、時給を払えるような形にね、しないと、まあ多分人は集まらないと思いますので、で、まあ、最近見てたらですね、本当に、タイミとかね、まあ、そういう派遣さんとか、えー、派遣で、えーね、来てもらうような、えー、お店っていうのはね、 増えてるなぁというのタイミーとかでもね、まあ、お客さんでタイミーをねやってるような方もいらっしゃいますので話を聞いてるとですね、まあ、結構ねあのー、あここもタイミーやってんだというようなねところが結構ありましてで新規オープンのねところとかでもタイミーを使ってたりするのでああ新規でね立ち上げたところでも、まあ、タイミーもういきなりタイミーに頼らざるを得ないねことになってんだなと思うとですね あ結構きついやろうなとね、えー、思うわけなんですけれども、まあ、まあタイミーさんとかにね頼るとまあ、えー、30%ね、えー、取られますのでまあ時給1000円で、まあ、募集をかけたとしたらまあ、えーね、タイミーさんに300円ね支払って、まあ、トータルで言ったら、まあ、1300円ね、えー、で雇用したことになりますのでまあ結構ね負担が来るやろうなとでもうあんまりそれが続くとですね あ、もう、そ、それあったらもう、いきなり、もう、1300円で雇用しようかな、とかいうね、ところも出るかもしれないですけども、常備ね、常時、1300円を払えるようなところっていうのは、なかなかないと思いますので、まあ、えー、ね、その忙しい時だけ、タイミーさんお願いしますっていうようなね、使い方になってるのかなと思いながらね、まあ、常、もう、暇な時でもね、えー、まあ、この金額をね、ずーっと払っていくっていうのはね、 えー、なかなか、えー、厳しいと思いますので、えーまあ、やっぱりねそのスポットスポットでお願いしてっていうような、ね、形になると思いますので、まあ、そうなるとねなかなかあの専門的なね、あのー、難しいようなね難しいというか、えー、あれもやってもこれもやってっていうことはできなくなりますので、えー、店を、ね、簡素化、ね、しなくちゃいけない今度は作業になってきますので、まあ、メニュー数削ったりとか、まあ、オペレーションをね簡略,簡略化して。 シンプルなものにするとかね、まあ、そっちの方に、えー、流れると思いますので、まあ、そうなるとですね今度あじゃあまあそう、ねえー、これやったらこんなんやったらもう別に、ね、よそで食べんでもね家で食べたらいいやっていうふうになっちゃうかもしれませんのでまあねあんまりシンプルにしすぎても今度なね、えー、お客さん離れが、えー、起こってしまう、えー、あとはメニュー数をね えー、減らすような形になると思いますけれども、そうなると、まあ、メニュースも減ったなーってなるとですね、あなんか食うももないしね、えー、他行こうかとかね、もう家で、家飲みでいっかっていうようなね、えー、形になると思いますので、なかなかね、えー、これから、えー、難しいね、形になるなーっていうのをね、改めて、えー、実感しておりますよというね、お話でございました。はい。まあ、というわけでね、まあ、まあ、個人店なんでね、まあ、アルバイトさん、 えー、なのにというかね、まあ、私プラスアルバイトさんで回してる、えー、お店なので、まあ、私はね、まあ、動ける間はまあ今の形でいいかなと思いますし、まあ、それでやっていこうと思いますので、えーねまあ、そのアルバイトさんをどれだけね、まあえー、学生さんなら学生さん、まあ、大学生なら、まあ、うちの指紋席はねあの高校生雇えないんで、えー、ダメなんですけれどもね、えーまあ、大学生さんがまあ来てもらえるようなね えまあ時給とまあね働きやすさというか、そういう環境づくりをしていかないと、この流れがねあの募集がなくなった時点で、ね応募がなくなった時点で、はい、終了という形になってしまいますので、これからね本当にどん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 ね他業種に取られる、ねえまあ本当にゼロサムゲームのねスタートだなと、全業種でまあゼロサムゲーム。ね えー、あとはもう、えー、台湾のね、半導体の TMNC でしたっけなんか、えー、ちょっと間違ってたらごめんなさい。えー、の、えー、熊本工場やったかな。まあ,あそこだと、まあ、本当にね、嘘か本当か知らないですけども、食堂で時給3000円でね、募集してたみたいなね、えー、それ本当っていうようなね、話があったりとかね、まあその現地の、そのね、そこで募集された、まあ、普通のね、えー、従事者、半導体の従事者の方の募集のね、賃金も、もう地域よりね、その地域を、 えー、他のね、業種だと、もともといたね、その熊本地域の、えーね、会社だと払えないようなね、賃金で募集しているということなので、まあね、そういう外資が入ってきたらですね、もう日本なんかもう賃金安すぎてね、そのまあ、台湾なら台湾、まあ、ヨーロッパならヨーロッパ、アメリカならアメリカどこでもいいですけれども、で払ってるような、えー、賃金でね、雇おうと思ったらね、もう本当に簡単にもう人がいっぱいっね、えーや、やってきますよと、コストコなんか1500円やったかな。 どこでも、全国一律どこでも、時給1,500円でまあ募集してますよみたいなね、話も聞きますので、それが来られたらね、それでも一発で終わってしまいますので、そことはね、なかなか戦えないと思いますので、そういうね、外資系が来たりとかね、そういう大手、地方でいうとね、イオンですかね、イオンのスーパーとかーもー7、7%やったかな、時給を上げるみたいなね、話もありましたので、 そこの大手とかね、外資とかがね、えー、入ってくるとですね、全く太刀打ちできないね、えー、ことになってしまいますので、まあ、個人がね、あの駆逐されちゃうよと、えー、昔ね、本当に、えー、そういうショッピングセンターとかね、モールとか、そういうスーパーとかが、まあ、大規模ね、そういうのが出店したときにですね、まあ、地方の商店街が、えー、商店中がね、駆逐されたみたいな感じでね、再びなんかですね、えー、残った商店中がね、駆逐されるような時代がね、 来そううやなと思う今日この頃でございますはい。えー、まあというわけでね,、まあ、ね、未来の年収1000万をね、1200円でね、働いてもらえるというのはね、本当にありがたいことだな、というふうに昨今、ね、思っておる今日この頃でございます。はい。えー、というわけで、まあ、これからね、よりそう人をね、揃えるのは大変に,大変になっていくのがね、まあ、地方の飲食事業者だと思いますので、 まあ、さりとってね、ワンオペでやろうと思ったらですね、もう全然あの規模がちっちゃくなっちゃって、それやったら、えぇ、ー、ね、まあ、働きに自分が、ま、勤め人の方に、えー、転身した方が全然ね、あの豊かな暮らしと、えーね、余裕のある時間も得られますよということになりますので、まあ、ワンオペ人までになるとですね、ちょっとね、きついなと。ワンオペのまあ安売りをするとですね、まあ、それだけでも一発で、えー、終了になってしまいますので、まあ、ワンオペするんやったら高単価なね、えー ご,ご商売をしないとね席数も多分確保できないので、えー、単価を、ね、上げないと成立しないね、えー、と思いますのでまあなかなかね昔の立ち飲みやウェイみたいな感じの、えー、商売っていうのはね、えー、難しくなってきたなと、えー、思う,うね、えー、今日このこのでございます。はい、えー、というわけで、まあ、生き残りをねかけて、えーまあ、人をね揃えるっていうのが、ねまあ、第一のね、えーまあ 重要なね、えー、ポイントだと思いますので、まあ、うちは今のところね、なんとか、えーえー、まあね、血印以外はですね、まあ、病血とか以外は人がいますので、まあ、なんとかね、あと1年やれるかなという感じでね、えー、頑張っていきたいと思います。まあね、その入れ替わりでね、今度はまた、えー、求人募集しなくちゃいけないんですけども、<laughs> 来年のね、えー、今頃はまいくらぐらいね、なってるかなと思いながらね、 えーまあ、当初はね1500円ぐらいいくかなと思ってたんですけれどもね、まあ、田舎のね、まあ、中小、えー、連載、えーまあ、下関の会社っていうのはね、えー、そんなにね高時給を払えるような、まあ、体力が残ってるようなところがなかったっていうのはね、まあ、昨年、えー、実感しましたのでねまああんまり変わってないのかなと思いながらもね、えー、どうなってるかなというのはねちょっと1年後、えー、答え合わせし,たりしてみたいと思います。 はい、えー。というわけで、チャンネル登録とグッドボタン、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。はい、終わります。